こんにちは。第一種電気主任技者の平です。今回は法令上、電気主任技者は正社員以外でも専任が可能であることについて説明をします。はじめに、電気主任技者制度の専任の条件は、内規に相当する主任技者制度の解釈及び運用より、事業用電気工作物を設置する者、またはその役員もしくは従業員でなければならないとしています。ここで従業員について、正社員でなければならないかという問いに対しては、主任技者制度に関する Q&A より、正社員だけでなく2つの条件を満たせば選任できると回答しています。そして、条件の1つとしては、自社で直接行為をしているものであって、電気主任技者の選任場所に常時勤務するもので、例えば勤務時間外の事故発生といった場合においても対応が可能であると、当該事業上の保安・監督業務に専念することができるものが該当します。また2つ目の条件としては、有期の労働契約を締結する労働者については、正社員と同一の勤務実態にあり、かつ内規の規定を満たせるものとしています。なお、この条件の文章の用語のうち、直接雇用とは、企業と労働者との間で直接雇用契約を結ぶことで、正社員、パート、アルバイト、契約社員、定年退職後に再雇用された嘱託社員等が該当し、このうち正社員以外は一般的に有期の労働契約を締結する労働者に該当します。なお、派遣労働者は企業と労働者の間に直接の雇用関係がない間接雇用に該当します。また、条件の文章の用語のうち、常時勤務は週5日1日8時間勤務とした週40時間を目安としています。このように法令上、正社員以外でも自社で電気主任技者を選任することができますが、電気主任技者の責任は重たいので、外部委託を除き、正社員以外を電気主任技者に選任する企業は極めて稀だと思います。次に、派遣労働者が電気主任技者に選任される条件を説明します。まず、派遣労働者は、自家用電気工作物について選任されることが可能で、このことを外部選任と呼びます。なお、選任の際は、以下に掲げる事項をすべて遵守する必要があります。なお、遵守事項として、設置者は自家用電気工作物の工事・維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技者として選任する者の意見を尊重すること、自家用電気工作物の工事・維持及び運用に従事する者は、主任技者として選任する者が、その保安のために指示に従うこと、主任技者として選任する者は、自家用電気工作物の工事・維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うことがあります。以上、電気主任技者は正社員以外でも選任が可能であることについて説明をしました。このチャンネルでは、電気主任技者、電気工事士、電検の受験者の方など、電気関係の仕事に携わる方に有益な情報を発信しています。よかったら、チャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。また、メンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。